皆さんこんにちは、レック専任講師弁理士の乙美です。今日は2022年向け、論文過去問分析講座の、紹介をさせていただきたいと思います。この講座はですね、もう何年も実施をしているので、受講された方もですねいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、もともとこの講座に関してはこういう直前期ではなくて普通にレギュラー講義というかですね、レギュラーシーズンに私の方で実施したいなと思ってきた企画なんですね。なぜかというと、実際論文試験っていうのは担当と違って、丸抜ではないので、10人いれば10通の答案があるわけですよね。でその中で、どういうことを書いたりどういう書き方をしたりすればどのくらいの点数が実際ついてくるのかっていうことはレックが通常出す過去問集なんかにこう載ってる参考答案だけだとちょっと分かりづらい部分だったりとか、あるいはその実際 その体感ですよね。そのどれぐらいの記載でどれぐらいの点数がつくのか、そして自分の今の記載との距離とかですね、そういうことを考えた時に、実際本当に書いてきた答案を見た方が実態としてね、その体感としても分かりやすいのかなというふうに思ってきたんです。でそれがですね、この直前期向けのラインナップに、何年か前から載ることになって、でぜひですねこれ私の方でも担当させていただきたいということで、創設の時からですね担当させていただいています。で今思うとですね、なんていうか蓋開けてみるとなんですけど、蓋開けてみると割とちょっと当連とかで普通に採点されるととても合格答案じゃないよねっていうようなものでも割と合格点数でですね本誌返ってきたりしてるんですよ。だから講座の中でも割と私だったらこれちょっと合格答案じゃない、こんな点数つけないですねみたいなことを平気で言ったりとかしてるんですけれども、本誌の方がかなり甘いんですね、当連よりもね。でそれは当連っていうのはどうしても絶対評価になるじゃないですか、ね、だけども本試験は相対評価なのでそこのちょっとこうやっぱり誤差が出てくるっていうのは物理的にあるんですね。であとはやっぱり試験の先生方が我々よりもおそらく随分優しいんだなというのがあるんですけれども、やっぱりそのレギュラーシーズンにねその甘い採点を見られちゃうとちょっと良くないですよね。そこはいや気が緩んでしまうので、あこれでいいわみたいな、これでもこんな点数ついてるんだったら余裕だわみたいなね、なんかそんな感じでこう気が緩んでしまうってことがやっぱりあるんですね。ですからレギュラーシーズンではなくて、この直前期向けのラインナップが、その実施時期としてもですねやはり適切なのかなというふうに今は思ってます。なので私の方でそのレギュラー講義としてやることは諦めました。それまでに結構その私の方でよくねそういう再現を分析するってことはやっていて、で毎年40通ぐらいですかね再現答案集めていて、で要は自分のね受講生の方に終わったら再現書いてで提出してっていうふうにお願いして、で集めて分析をしているんですね。で帰ってきた点数とかも教えてもらって、でこの答案でこれぐらいつくんだなみたいなね、でそういうのをデータとしても集めているんですけれども、何年も何年もそれを蓄積してある程度こう集まったらそれを講座にしようみたいなねこう目論みがあったんですが、ただレギュラーシーズンだとその思いのほかやっぱこう気が緩みそうな感じの状況なので、この直前期向けのねラインナップをこうレックの方でやるということで、そこにも乗っかる形でね結果としては良かったのかなと、皆さんのためにもね良かったのかなというふうに思っております。でこれ過去問
分析講座は直前期のラインナップで全6回で販売してまして、で4回は10段分類編ということで、過去問を体系別にこう並び替えて解説するものでやっていますよね。でその後に全2回で再現答案分析編があるんですね。でまあその皆さんの方に配られているテキストは、本試験の問題と、であとその実際受験生の方が書いてきた答案と点数が載っているその答案ですね。でそれが、各問題に3人分かな載っています。で、合格の方2人とで不合格の方お一人 の答案が載ってまして、で合格の方もかなり余裕があって合格された方と、で、まあ、ギリギリラインですね、まあ、55点とか56点とか、まあ、場合によっては本当にギリギリの54点とかで、そういう感じで合格されてない合格された方のが載っていて、で最後のお一人は不合格にの点数ですね。だからまあ54点を取れなかった、もっと下の点数なんですけど、レックに提出してくれる方っていうのはやっぱり割と自信があってっていう方が多いので、本当はね、本当はもうちょっとその40点台だとか大きなミスをしてくれてるような、そういうものが教材としては望ましいんですけどね。ただその極端なものがあんまりないので、まあ52点とかそれぐらいの感じかな、50点とか52点とか、まあ、そういう感じの不合格ラインの答案が載っています。まあ、ただね、本当は見栄えとしては点数がもっともっと離れてる方がいいなと思うんですけど、ただ今日も実はその収録をした今後にこの紹介をですねしているんですけれども、皆さんの教材としてはですね、ギリギリダメだった方が教材としてはいいのかなって今日解説しながら思ったんですよね。というのは解説者泣かせではあるんですよ、ミスが分かりにくいっていうのがね。要は40点台とか、まあ、場合によっては30点台とかだとですね、本人もだし明らかにこの外野もですね、そりゃこんなミスしてたら40点でしょう、こんなミスしてたら30点でしょうっていうのが分かりやすいじゃないですか。だから言われなくても分かるんですよね、なんでその点数なのか。でも52点でダメとか53点でダメっていうことになるとちょっと分かりにくいでしょ、そのダメな理由が。で実際今日解説したものもそうだったんですけど、大きなミスはないんだけどでも不合格答案っていうのもあったんですよね。でそうなってくると結構合格ラインってこう紙一重な部分がまあ多少あるんですけど、なぜその54じゃないの、なぜ52なのっていうところが本人たちには分かりづらい、で、まあ、要はその外野にも分かりづらいっていうところがあるから、そこがまあ要は私たちのその腕の見せ所というか、プロの目線からのその指摘っていうことになるので、まあ私たちにとっては厳しい講座なんですけど、その要は解説者泣かせではあるんですけれども、ただ皆さんにとってはそこが知りたいっていうところが本音じゃないかなって、自分では分からないから、だから先生たちの解説がないとわからないんだよっていうことこそがお金を払う意味だと思うので、なのでそういう意味ではあえてそこを選んだわけじゃなさそうなんですけど、実際その40点台がなかったようなんですけど、でも結果としてはそれがいいのかなというふうには思いますね。で今の本試験はそういう意味では採点がちょっと分かりづらいんですよね。例えばね、項目列挙型がこう最盛期だった、例えば平成16、17、18年20年ぐらいまでの間だったりとか、あとまあその19年の本試験以降のところっていうのは
担当が免除になってるんですよね。担当免除制度が導入されてるので、結構その担当的な要素が満載なので、今でも特実はそうなんですけれども、割とそのかけたかけなかったっていうのがすごい分かりやすいんですね。自分のその主観の部分とで客観評価っていう部分が一致しやすいんですね。そういうものだって間違うか間違わないかじゃないですか。正解してるか正解してないかってすぐ分かりますよ。項目上げたか上げてないかっていうのはすぐ分かりますよね。だからその主観と客観評価っていうものが割と一致しやすいんですよね。で一方でその今の本試験って、例えば令和3年の商標なんか典型ですけど、まあ、全体の難易度そんな難しくないわけですよ。1行問題って言っても結局4条1項11号と8条を書いてれば合格するような問題なので、そんな難しくないわけですよね、1行問題の中でも。で取り消し審判の問題も53条の2しか上がらないんですよ。でその前の問題も確か選手要件しか上がらないんですよ。でそんな問題ってどうやって差がつくのかって、よく本試験が終わった後に受験生から聞かれたりとかしたんですけど、まあ、それこそ中身が勝負なんですよね。簡単な論点だからこそ、少ない論点だからこそ、やっぱりそこに十分な説明がないとやっぱり点数がつかないんですね。で十分な説明っていうのと余計なことをいっぱい書いてるっていうのは似てるようで全然違うんですよね。要は似て非なるものなんですね。ですから何がその余計なことで、で何は十分でないといけないのかっていうことを、やっぱりその分かりづらいからこそ、でもそこがやっぱり合否を分ける本試験だっていうのが今のトレンドですから、そういう意味でなんていうんですかね、この講座の意味っていうのが昔よりもあるのかなと思います。その項目列挙型の時代だったり、その担当的な問題がもう満載な特実とかだとね、だからあまり自分でなんでダメなのかとか、自分が予想したい点数と違うみたいなことはあまりないと思うんですよ。だけど意匠商標だとそれが結構あるので、今言ったような理由であるので、なのでその講座を使う意味、この講座を使う意味っていうのは、科目で言うと特実よりも意匠商標の方が意味はあるのかなというふうに思いました。で、まあ、実際この講座ですね、まあちょっとこんな感じでパンフレットあるんですけど、答案がねこうやって点数がこうついてるんですよね。こうやってね点数がついてるんですよ。で全部の一応こう点数もついてるんで、だからまあこの方が特実だけすごい優れてる人なのか、それともまあ全体的に結構優れてる人なのかっていうのもちょっと分かるようにもなってますんで、まあ、そういうのもいいのかなとは思いますね。まあ、ただね、例えば特実の人と意匠商標の人が同じ人のものではなかったりするので、まあ、その総じて全部の点数がちょっと分かるようにはなってないんですけれども、ただまあ、いろんな人の答案が見てた方がいいっていうのもあるし、教材としてちょっとセレクトしてるっていう事情もあるので、まあ、そういうところをちょっと一応そのこの講座の趣旨を踏まえてね、選びで掲載してるっていうようなところがあります。で実際受験生の方がですねこの講座を受けていただいて、でどうって聞くと、みんな口を揃えて言うのがやっぱり気持ちが楽になったっておっしゃるんですね。要はちょっと精神安定剤的なそういう効果があるっていうことですね。今までやっぱり皆さんがいろんな講座を受けられて、で自分の答案以外に手にされる教材の中に掲載されている答案っていうのは、まあ、レックのそのいわゆる参考答案ですね。で
実践討論とか直前討論とかで配られるあの参考答案っていうのは、だいたい60点台後半から70点にかかるかなぐらいの点数のものが多いんですよ。で、あんまりその回答者出来が悪くて、よく実践討論でこれだと合格答案じゃないみたいなことをちょっと辛口コメントしちゃう時もあるんですけど、でも一般にはだいたい60点台後半ぐらいのものを出してくるんですね。ですからやっぱり受験生の方からすると、やっぱり自分の答案がすごくこうなんていうかできない答案に見えてしまう。でもね、あの皆さんの答案はいわゆるその限られた時間で用意どんで、その修正もなく、修正欄を使うしか修正がなく、そういう書き方をした答案じゃないですか。でもレックのその参考答案っていうのは、あのワードで修正しながら時間も別にその測ることなく書いたものですから、当然出来が良くて当たり前なんですよね、うん。であとその例えば論文の L ゼミなんかに入られてると、先生によってはその優秀答案とか配られることがあると思うんですね。私は あえて優秀答案ではなくて、教材になりそうな答案を参考答案としてあの配布させていただいたりしてたんですけれども、まあ一般には優秀答案配る先生の方が多いと思うんですよね。でそうすると当然優秀答案ですから70点だとかね、低くても65点ぐらいはついてる答案じゃないですか。でそうするとそんな答案を見た時にやっぱり落ち込むしかないですよね。あんま元気にはならないと思うんですよ、人の答案ですから。自分だといいんですけど、人の答案なので、そうすると落ち込むしかないですよね。なので今まで皆さんが自分の答案以外にやっぱり人の答案に触れる機会っていうのは、自分の気持ちをこう楽にする答案ではなくて、むしろ苦しめる答案の方が多かったと思うの でこの最後の最後直前期にですね、そこを自分の心をこう楽にする答案が見れるっていうのが、でそれで要は本心に突入するっていうことがですねできるので、実際この講座を受けられた受験生の方は本当に気持ちが楽になってよかったと、どんな精神安定剤よりも効き目があるっていうようなことをねおっしゃっていただいていて、なのでどうですかね、その私がいくらその解説することよりも、むしろなんかその安心感の方が得られるっていうね、なんかそういうなんだろう、いい副作用みたいな、そういう感じみたいですね。だから、まあ、どうしてもその論文というのはその、ね、正解がはっきりしないので、なので不安になると、でしかも自分の答案のどこがいいか悪いかということもよくわからない、ちょっとブラックボックスなところがある。でそんな中でいい答案ばっかり見せられて、で今までこう自分の答案に自信がない、でそんな中でずっと来たと、でそういう人こそこの講座を受けていただいてね、で、まあ、直前期に元気をもらって、で本誌にぜひ突入していただければなというふうに思います、うん。まあもともと予定してないようなことも実際あるようで、そっちの方が効果としては大きいようなので、まあそれはそれでねいいのかなと思いますね。で本試験ですからやっぱりいろいろこうトラブルもあるし、でいろいろやっぱりそのいつもしないようなことをやってしまうってこともあるんですけど、それも全部ひっくるめてやっぱり本試験なんですね。よく本試験には魔物がいるっていうんですけど、まあオリンピックには魔物がいるっていうふうにね、この間オリンピックの選手がなんかインタビューでおっしゃってましたけど、本試験には魔物がいるってよくね言われるんですよ、実際本当に。でそういういつもしないようなことをやらかしてるような人もいますから、なのでみんな一緒なんだなと、うん、自分だけじゃないんだなっていうようなねことも体感として分かっていただけるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう意味でも良かったんじゃないかなと思います。で精神安定剤ですから、くれぐれもこの講座は最後に受けていただきたいなと思います。先にこれを受けていただくと、レギュラーシーズンにしない理由として言ったようにですね、その後ちょっとこうやる気を削いでしまうっていうことにもなりかねない心配が私にはありまして、あくまでもやっぱりこう全力を尽くした上で、で最後この安心するっていうね、
それが効果としてはいいかなと思いますの で十分にもう1年分で安心したんだったら1年分で止めていただいてもいいですし、で復習は必要ない講座になりますので、もう聞きっぱなしでそのまま本誌に突入していただければなというふうに思います。はい、ではこれで私からの、紹介は以上となります。皆さん本試験頑張っていきましょう。